44オランダ製のヨットのご紹介をしたいと思います。電動でメインセール上げ下ろしができるので、お一人でもスムーズにセールと上げ下ろしができます。でジブは、スピードが2種類あります。こちらが速い方、こちらがゆっくりな方。ヤンマーの 3YM20 というエンジンになりまして、セールドライブになります。このように左右、こちらも倒れるんですが、このように折りたたみ式のテーブルになっております。前はですね、非常に広くなっておりまして、このように、足を伸ばして十分横になることができます。はい、皆さんこんにちは。ユニマットボートセールス中部営業所の渡辺です。今日はですね、うちの中古艇で扱っておりますヨット、イーグル44オランダ製のヨットのご紹介をしたいと思います。こちら後ろにありますのがそのイーグル44です。2013年式で、こういったパルピットもないデイセーラーと呼ばれるタイプのヨットですので、すごく、見栄えも形も、スマートで、絵になるヨットと言っております。で長さは44フィートということで、細い割に、長さはあります。ではこちらをお願いします。でまずですね、ジブセールには、このように使わないときに、下から持ち上げてかぶせる、日よけのカバーがついております。はい、そしてデッキなんですが、デッキはフルにチークが貼ってあります。でうちの方で、チークメンテナンスしてますので、非常にチークの状態もいいものになります。そして普段ですね、メインセールはこのカバー二重になっておりまして、中がスタックパックと呼ばれるカバーです。その外にこういった日よけをしないようにカバーがついております。そして運転席、コックピットですが、カバーがこのようについております。ではカバーを取りましょう。はいはい、このようにカバーを取りますと、ステアリング周りまで、チークの方が貼ってあります。で中には今カバーがありますが、テーブルもありまして、あとコントロールレバーと、あとエンジンの、オンオフですね、そういったものが、あちらのラップの奥にあります。でここには、クッションもございます。周り一面クッションを貼るとどのようになるか、では試してみたいと思います。ではクッションを貼ります。はい、このように今ブームカバーと、クッションを引きました。雰囲気が変わってガラッと高級感が出ております。でセールドはこのように先ほども言いましたようにスタックパックで、電動でメインセール上げ下ろしができるので、お一人でもスムーズにセールド上げ下ろしができます。では、後ろから、ヨットの形を見てみましょう。はい、後ろからのフォルムは、このようになっております。はい、では船の説明をしていきたいと思います。でまず一番最初に、後ろにありますのがバックステイです。こちらのバックステイのテンションは、コックピットで油圧式になっているんですけども、抜いたり、入れたりは、コックピットで調整ができます。次にこちらのスタンのハッチなんですが、こちらを開けますとラダーシャフトが見えまして、まあ、オートパイロットのセンサー等もついております。こういった点検のハッチになります。続いてこちらが、メインシートです。こちらも、電動式で、調整することができまして、調整する場所は左右同じなんですが、それぞれラットの横にスイッチがあります。で、今じゃあテンションを抜いてみます。このようにメインシートを抜いたり入れたりすることができます。でここのスイッチの説明なんですが、まあ、先ほど言いましたメインはこちら、出す方を入れる方で、ジブは、スピードが2種類あります。こちらが速い方、こちらがゆっくりな方で、
アンデルセンのセルフテイリングウィンチがついておりますので、ここにロープを引っ掛けていただければもう一人でジムの出し入れは簡単に電動でできます。続いてこちらはジムファーラーの、巻いたり出したりする方も電動でできます。前の方なんでわからないかも。ちょっと動きます。こういう風にジムが電動で巻きますので、ここで出し入れ開いたり、閉まったりすることができます。でこちらには、先ほどと同じメインジム、メインジムファーラーはあるんですが、それとこのレバーは、先ほど言ったバックステイのテンションを入れたり、あとこの切り替えで、ブームバングですね、あの黒い筒なんですが、ブームバングのテンションも、入れたり、そしてテンション抜いたりすることができます。これを、前後ろに動かすことによってテンションを入れて、でこのレバーを抜くことでテンションが抜くことができます。でこの黒いレバーがバックステイを、テンション入れるかと、バングの切り替えスイッチになります。はい、ラット周りなんですが、こちら、大型のコンパスがこのように開けるとついております。非常に見やすいものです。そして、この船はオートパイロット、オーディオもついておりますので、操作は、左舷側の足元ですね。こちらが、オートパイロット、そして、ケームドの、オーディオがこちらについております。ではエンジンに行きます。エンジンは、クッションを外しますとこちらの部分にありまして、アワー時間が今で192時間ヤンマーの 3YM20 というエンジンになりまして、セールドライブになります。20馬力ですが、まあ、私が乗った時には、起走で7ノット以上出るようなスピードも、軽快に走れましたので、すごく音も静かですし、扱いやすいです。はい、コックピット周りなんですが、こちらの大きなテーブルがあります。ここは、真ん中を残して、このように左右こちらも倒れるんですが、このように折りたたみ式のテーブルになっております。そして真ん中には、ギャレー、そしてこちらが電気冷蔵庫がついております。でこちらの、バングの下なんですが、ケーキ類ですね。レーマリン車の、スピードと、深さのデプス計、そして、風向風速計がついております。そしてここに、またアンデルセンのセルフテイリングウィンチがついているんですが、こちらで、まあ、主に上げるとしたらメインセールなんですが、電動ウィンチでメインセールの、上げを行います。それではキャビンをご案内したいと思います。キャビンは左舷側のハッチをこのように開けまして、入ることになります。キャビンを入ってすぐ左側、こちら開けますと、バッテリーのメインスイッチと陸電用のバッテリーチャージャーとブレーカーがあります。はい、次にですね、こちらまあスイッチ周りなんですが、まあ至ってシンプルなんですけども、まあオーディオとか燃料メーター、電圧等その他、メーター類があります。まあ、こちら物入れです。で前はですね非常に広くなっておりまして、大人の方2名が、ゆったり、横になることができます。ちなみに、まあ、170センチないぐらいの私の身長ですと、このように、足を伸ばして十分横になることができます。次にトイレなんですが、こちら、クッションをどけますと、ここにトイレがありまして、電動式のトイレがあります。キャビンは至ってシンプルな構造ですので、まあ装備されているのは以上となります。はい、今日はですね、愛知県豊川市の三河水戸マリーナから、オランダ製の、デイセーラー
ティーグル44を紹介させていただきました。こちらは、現在ユニマットで販売中のヨットになりますので、ぜひお問い合わせください。お問い合わせはこちらになりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。